いやいやいや、ちょちょちょ、お前最初の挨拶ぐらいさせろ。いたたたたたた、こいつ見逃したろ。優しい優しいネクオ君は見逃したろ。というわけでね、どうもネクロスですさね。今回も俺はやっていくんですけど、前回言った通り残り一つのローメイトやね、これを攻略して、蛮族装備、三つ目やね、最後の蛮族の兜かな、ゲットしに行きましょう。再び迷路へゴー。ちょっと待って、ちょこれやばくないですか、これやばくないですか。朝4時今撮ってるのがリアル時間で朝5時、結構時間も近いね。天気予報では雷になるけど、うわこれすげえわー、いい朝日やねー。こっちになんか明らか文明おかしいのがあるけど、うわーこれすげえな。こんな感じの景色見れるのって日本とかにあるんかね。あったらぜひとも行ってみたいけどね。すーげえ綺麗、綺麗すぎて言葉が出ねえよ。え、飛行ガーディアンくんも普通に飛んでるな。4体も飛んでやがる、飛んでやがるぞ。あそこの上確かねダイヤモンドだったね、記憶あるのよ。あそこの一番てっぺんの平らなところね、なんかそこも取ってこよう。さあローメイト、今まではローメイ城跡地とかじゃなかったかな、北ローメイ城跡地やろ。でこっちが南ローメイ城跡地か、跡地ってか跡、ここにあるはず、ダイヤモンドの宝箱か。あれなかったっけ、ロードされてないだけ。いやそんなことはないよな。ウルボザの怒り、ウルボザさん、いつでも放てるよ。ウルボザさん帰ってくる。あれここ宝箱なかったっけ、あんま記憶がねえな。で、ここが、ゴールで、おお、なんか勝手に動いてると思ったら風か。ここがゴールで、こっち側から行ってみるかな。いいよっこいっしょ。ここ。ここだと、俺は、ここだと踏む。ゴールが。HP1 が見えてる。キースさんかな。孤島の迷宮を訪れし者よ。そなたに試練を与えよう。なんか HP20 がすごい、かなり、たくさん見えるが、20は多分ね、チュチュさんやと思う。お、いいね、古代の巨大な子は。なかなか韻を踏んでそうな名前してるけど、いいね、いいね。後々使うからね。いや、なになになんか、跳ねてる。かわいいの。こっち行き止まりか？いや、違う。また箱がある。この箱を使えってことなのか、それとも、単純な、邪魔なね、ギミックなのか。こっちは？行き止まり。いやー、ちょっと、こっちはどうなってる？わからない。あ、一周回ってくるのか。難しいな。右下のマップ見る限り、すごい離れていってはいるが、48って何や？チュチュさんかな ?48。ちょっと一旦行ってみるか。なんか前回もさ、チュチュのおる場所に降りたら、ねえ、成功、成功ってか、あったから。いっぱいいる、いっぱいいる。イグニッション。お、いいね、いいね、いいね。あ、なんか痺れてる。チュチュさん、痺れてる。赤チュチュゼリー。多分マップ的にはね、当たんな。よしよしよし。こっちで、ちょっと、キチュチュさんはちょっと、怖い怖い怖い。結構チュチュゼリー落とすね。この辺からなんかもうゴールに向かいそうな気もするんだけどね。マップ的に見たら。ちょっとこっち。あ、いけそういけそう。なんかすげえいけそう。無理？ここも行き止まりか。ここの真上やね、真上。マップで見たらさ、ほら。真ん中入ってるから、宝箱もあるね。これはダイヤモンドでしょ。違かった。ちょっと、見た目はすごい似てるけど、価値は 5倍も差がついてる。で、ここなんで雨降ってるんやと思ったら上に天井ないのか。うわぁ、じゃあこれ壁登れなくなったなぁ。いやぁ、雷さん。雷さんが。方角的にはこっちで合ってるけど、中に入れる？こっちで合ってる。中入れないかなぁ。あれ？なんか、死んでらっしゃる方がいるねぇ。お、王宮の剣、いいね。攻撃力36。ここ、
マスターソード覚醒してる。マスターソードはね、近くにガーディアンとかがいると攻撃力60、耐久値が9分の4、消費がね9分の4に抑えられるっていう効果付きのね、覚醒状態に移行すると、まあ、これは剣の試練をこなすことによって常に覚醒状態っていうのもすることは一応できるけど、こっちじゃないのか。え、あ、ここじゃない。なんか段差になってるもん。さっき高さが足りなかったから、これでしっかり高さ。え、なにこれ。おお、お、めっちゃめちゃめちゃかっこええやん、これ。この置き方いいね、大好きやで。ガチで迷子中やな。こうやって見るとやっぱここなんじゃないんかな。だからこっちらへんって完全に意味ないよね。もうここの横から入るしかないから、もうここはもう試したから、もうここだけ。一番最初さ、やらんかった場所あそこなんじゃないかな。行ってみよう。さあ、この下が怪しいんじゃないかと踏んでいるが、行き止まりだったらなく。お、橋がある。そして高さも稼げる。こっちから入って、やっぱりここやないかーい、じゃないんかーい。これなんや。ここ燃やしてみるか。ファイヤー、燃える。いいねー。燃えて、いけない。よしよしよし。うだ上昇気流を入れるから、パラセール開いたら砦でチクってされた。こっちやね、多分ゴールは。あれ、逆走。おおおおお、なんかかっけえぞ。かっけえさせ方してる。剣があるだけやったけど、こっちまだ登る階段があるから、さすがに OKOK、 高さ稼いで、さすがにいけると思うけど。ほら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 、どんどん階段登っていってる。あ、よっしゃ、到着。ふぅ、トゥカロの祠、トゥカロの祝福。よーし、さあ、中身が蛮族の兜。古代フィローネ地方に住んでいたと言われる戦闘部族の兜。そうなんや。克服の証6個目生産しに行くか。この下なかなか地獄やったの覚えているぞ。1500が見える。 HP1500 が見える。ちょっとすごい場所に。わあ、こんな足の掛け方どうなってるんや。あそこにね、あ、違う、ある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 。待って、 HP500 見えてるね。君たちは倒すか。せっかく蛮族装備揃ったことやし、装備してみよう。これで攻撃力アップがレベル3。あー強っ、あー強っあー強い。これこれこれ、あの宝箱よ。これがすごい便利アイテム入ってるんよな。これみんな取った方がいいよ。ワークマーカー、失われた古の技術で作られた不思議な道具。ポーチを開いておくと、今いる場所をワープ地点としてマップに登録できる。まあ1個しかないのがちょっとね、おーんって感じやけど、なかなか便利アイテムやで。さあ、この宝箱の中身がダイヤモンドの頭飾り。なかなか防御力が高いけど、まああんまりかっこよくないよね。そしてみんなに見つかっていく。逃げろー、逃げろ、ほいや、よーし、さらばだ。いや、普通にワープしておくね普通にワープして脱出しておくね。よし、とりあえずね、防具は今現状装備できるの、装備できる、あの強化できるのは全部強化しました。蛮族が全部レベル星3、4分の3になって、防御力が12、12、12で36。まあファントム装備はもういらなくなったね。完全にファントム装備に上位互換になったから、蛮族が。これからは戦闘は蛮族でやっていこうかな。よし、じゃあそしたらここのさ、ここにピン打って、ここって試練の方からなかったよな。でもこれはいらないピンやと思う。ここはね、あの炎があるだけやった気がする。で、あとはね、こっちら辺にピンがあるのが結構続いているから、まあこの辺からこっち行ってみるか。ん、これはボコちゃんたちか。あっ、彼大橋、今宝箱買ったな
スルーで行こうか。あ、そこか。そこにピン打ってるね、多分。は？ちょ、おーい。あら、俺の馬さんか。なんてことを。こんにゃろう。人の馬になんてことしやがる。さあ、そしてこちらが、おそらくデスマウンテン地方。あっちにも最後のシーガタワー見えるね。で、ここは試練の祠。馬宿もあるね。よーしよしよし。到着。モア騎士との祠。道を切り開くは、鉄の球、玉？こっちビンとモムでいい。一回行ってみるか。なんか溶岩に落ちそうな気もするけど、なんかあそこぐらいまでならなんか飛べそうな気もするよね。トン、え、なんか全然余裕。おお、危ない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 。よしよしよし。克服の証、7個目。ビーバルトルネード、いつでも OK だ。帰ってきた瞬間に、いつでも OK だと、ビーバルさんが告げてくれた。で、ピンは4つぐらい打てるんかな、今。結構消費したね。またピンもどんどん活用していこう。さあ、こっちが何の馬宿でしょうか。漢字がわかりません。ふもとっていう字、山にふもとでなんて書いてるんやろ、なんて読むんやろ。確か君がケイトさん、こんばんは。君もこの三六の馬宿に立ち寄ってるってことは、これからゴロンシティに向かうの。そうですだろうと思った。それにしても君、そんな格好でゴロンシティに行くつもり。まあ通気性は抜群だと思うけど、これだから素人は。あそこは絶壁も多いし、2号目からは体が燃えちゃうぐらい熱いのよ。まあ君のことなんか全くしょうがないな。優しいお姉さんやな。少なくともこの燃えず薬を使えば暑さはしのげるし、よかったら売ってあげようか。ゴロンシティまで旅慣れた人でも最低3個持っていくよ。まあ3個買っとくか、お金はいっぱいあるし。オッケー、じゃあこれが燃えず薬。6分10秒。灼熱の環境でも体が燃えない耐火効果レベル1。高い耐熱性を持つ素材を原料にしているデスマウンテン挑みには持参したい薬。それだけ持っていたらゴロンシティまでなら大丈夫かもね。ほうほうほう。なんか飛んでる人いる。まあでもどんなにね、暑い場所に行っても、まあ服が勝手に自然発火することはあったとしても、人間の体が燃えることはない。ただし一部例外があって、すごいお酒飲む人とかって体燃えるよ。体燃えるってか、あの人間にね、自然発火っていうのがあって、まあなんか実質都市伝説みたいな感じになってるんやけど、体がね急に人から炎上しだして、体から燃え火が出て人が亡くなるとか、そういうね事件も昔よくあってんけど、現状そういうのは体にねアルコールがあって火がついたんじゃないかっていうのが一番有力な説だけど、これ何の話。これ何の話これ。うわぁ、いっぱいいるね。めっちゃおるなぁ。とりあえずこれを落として、どんぐらい？いや、全然死なねえ。いや、ちょっと多くない？まずは黒からやっていくか。黒から、いや、オバサンダーで黒は死ぬね。あ、待って、なんか体燃えてる、体燃えてる。よしよしよし。で、続いては白輪行くぜ。はいはいはい、行くぜ行くぜ。あ、死んじゃってる。宝石は回収させてもらうよ。あ、まだまだ震えてる。ここはあえて吹っ飛ばさずにリレーかけて一体倒していく。武器を倒せるな、武器を倒せるな。いやー、さてさてさて、大ダイヤモンドダイヤモンド。いや、大田からザクザクてか、おばさんなんか強えな。ちなみにこの防御力で攻撃食らったらどんぐらい食らう？いや、クレイジー。つえー、横取り。うわ、 HP 全開してる、ほぼほぼ。オバサンダー3発いったのに、こんだけ耐えるってか、 HP 回復するのか。よーし、龍骨ポココンボ。あ、なんかお宝ゲッチュやん。龍骨ポココンボって何ゲットするの初めてじゃない？お、奥義の弓、耐久アップ大。いらないな。やっぱ単発弓よりね、爆弾、いや、三輪弓。三輪弓で爆弾矢打つとね、もう、爆弾矢のドカンドカンドカンが3発分ね、ダメージとして追加されるから、
まあこのゲームはちょっと弓がね、連射弓が強すぎるから、まあ、続編ブルワイ続編ではなんか出てきた。ブルワイ続編ではね、正直あの連射弓はなくしてほしい。君たちからもさ、意外と侮れない量のボコブリン、モリブリンとかの素材がゲットできるから、うれピッピッ。よし、あっコログさんじゃないか。これはおそらく縦サーフィンかな。バレットタイムできる。それが何を意味するか分かってるのかい、任天堂さんよ。じゃあパンパンしないで。こっからこれでファイヤー強っ、ウィンドボム強っ。よーし到着。パッパカパン。コログの実4つ目。何個いったっけ次の武器ポーチ拡張は。15、6個、8個ぐらいかな。やめてー、来ないでー、来ないでー。危ない危ない。ファイアーケースはね、触れただけではダメージ入らないから、どっかのエレキとかアイスとかは、あの辺はね、もう触れるだけでダメージ判定あるからね。